肝臓は、哺乳類、鳥類、両生類、爬虫類、魚類等の脊椎動物に存在する臓器の一つ。人の場合は、腹部の右上に位置する内臓である。人においては、最大の内臓であり、体内維持に必須の機能も多く、特に生体の内部環境の維持に大きな役割を果たしている。本校では主に人について記載する。肝臓は、腹部の右上に位置して、 ほぼ右肋骨の元に収まっており、頭足には大隔膜が存在する。ある種の動物では体内で最大の内臓である。非常に機能が多いことで知られ、代謝、排出、胎児の増血、下毒、体液の向上性の維持などの役割を担っている。また、十二指腸に胆汁を分泌して、消化にも一定の役割を持っている。 働きは判明しているだけで500種類以上あるとされ、肝機能を人工装置によって全面的に補うことは難しい。そのため、肝細胞と人工装置との組み合わせによるハイブリッド型の人工肝臓が主流となっている。他方、臓器の中での部位による機能の分化が少なく再生能力が強いため、一部に損傷があっても症状に現れにくい。 自覚症状の少なさから沈黙の臓器などと呼ばれることがある。牛、豚、鳥などの肝臓はレバーと呼ばれ、食材とされる。世界三大珍味の一つフォアグラは、ガチョウやアヒルなどに大量の餌を与え肥大させた肝臓である。また、魚類、軟体動物の肝臓も食用にされる。なお、これらに大量に含まれるプリン体の影響により、多量の摂取は痛風などの原因になる。 また、ビタミン A が大量に蓄積されている北極グマや、イシナギの肝臓や、テトロドトキシンが蓄積されている、フグの肝臓のように、食べると危険なものもある。このほか、牛や豚の肝臓は、消化酵素を加えて、加水分解され、肝臓水解物として二日酔いや慢性肝疾患、治療の医薬品原料となる。無脊椎動物のいくつかの群にも同様な器官があり、一般には、 中朝鮮と言われる。カニ味噌などもこれに当たる。胆管周辺の虫傷肝臓、右肝管左肝管双肝管胆脳肝、双胆管、胆脳、ンンオッティ活躍筋、ファーター棒ダイブ、水管水臓、十二指腸正常一成人の肝重量は、体重の約1、50であり、1.0から 1.5kg である。 肝臓は肝動脈と門脈の二つの血管により栄養を受け血流は中心静脈、肝静脈を経て肝外へと流れる。肝動脈は下行大動脈から分岐した腹腔動脈の枝である相肝動脈が固有肝動脈となり右肝動脈と左肝動脈へと分かれて肝内へ入る。肝臓から出た相胆管は ファーター棒大部の手前で水管と交流して、十二指腸とつながる。なお、相胆管の途中に胆脳がある。解剖学的に人の肝臓は、肝科上肝膜、肝炎作、静脈肝作によって、以下の四つに外観的に分類される。なお、たとえ同じ哺乳類であっても、何様に分かれているかは種によって、肝臓を胆脳とか大静脈を結ぶ、主分割面。 レックスキャントリー S ラインによって左歯と右歯に分割する。左歯はさらに肝臓上じ肝膜により内側区と外側区に分けられる。右歯はさらに右肝脈により前区と極に分けられる。手術や治療を行う際には門脈による区分が重要で門脈血流によって肝を区分したもの。肝内グリソン症の分子によって S1 から S8 の8つの区域に分けたもの。S1、お乗用。S2、左歯外側5区域。S3、左歯外側前区域。S4、左歯内側区域。S5、右往前下区域。S6、右往降下区域。S7、右往後上区域。S8、右往前上区域肝臓の部位診断においては、区域解剖が非常に重要となる。これは部位によって、 手術法が異なるからである。肝臓外科の手術としては、区域切除、区域切除、破切除、拡大移動切除が知られている。肝門とは、左歯内側区と、お上用の肝撃であり、門脈、固有肝動脈の入り口、胆管の出口である。肝炎、炸裂は肝炎作のつくばであり、外側区と内側区を境界する。上脈、炸裂は、 大制器の静脈管の走っていた間劇で、お上用と外側区を境界する。下大静脈口と単脳下を結ぶ線をカントリー線と言い,い、外科的左バト用を境界する。これらは CT にて常に確認できるわけではないが、口述する脈管系が確認しにくい時に役に立つ。肝区域、肝悪域を診断するには、脈管系が一番わかりやすい。 肝臓の血管の基本構造は、核悪域の中央を門脈が、核悪域の境界を肝臓脈が走行することである。門脈には肝臓脈と胆管が並走し、この構造は肝臓用レベルまで存続する。肝臓脈は大きく左、中、右の三本を基本とする。左肝脈本肝は、左派外側枠の中央を走り、外側ご枠と、外側前、 悪を境界する。中環状脈本管は内側区と右洋マイクを境界する。これはカントリー線にほぼ一致する境界となる。右環状脈本管は右洋の中央を貫き右洋マイクと極を境界する。門脈本管は左洋種子と右洋種子に分かれる。左洋種は肝炎、炸裂に入り、まず外側の悪域枝を分子し、さらに腹側に伸びて、 左右に、外側前、悪意気枝と、内側悪意気枝に分かれる。この部分はかつてへっそ上脈が交通していたため、有点という。右用紙は、前区域枝と後区域枝に分かれる。前区域枝は前上悪意気枝、前下悪意気枝に分かれる。極意域枝分子部は、P 点と言われる。後区域枝は五条悪意気枝と、後下悪意気枝に分かれる。 門脈は支配する区域に合わせて PX と表現することもある。例えば、全上悪域の中央を走る門脈は P7 である。肝臓の組織学画像。肝臓の組織は肝小用という構造単位が集まってできており、小葉の間を小葉管静脈、小葉管動脈、小葉管単管が走っている。肝小用は直径1から2ミリメートルの六角柱の形を しており、その中軸部は中心静脈という小静脈が貫いている。肝細胞は中心静脈の周囲に放射状に配列しており、ブロック塀のように積み重なり、一層の板を形成している。その間を肝空の広い特殊な毛細血管が走っており、これをホラ様毛細血管という。この毛細血管は、 小葉管静脈と小葉管動脈の血液を受けて、中心静脈に血液を送る。一方、肝細胞板の内部で隣り合う肝細胞管には、毛細胆管という、ごく細い管が作られている。肝細胞から分泌された胆汁はこの毛細胆管に分泌され、小葉中心部から小葉管胆管に注いでいる。また、人間の場合肝臓の細胞は核を2つ持つ。 多角細胞の一種であり、このことが肝細胞の再生力が高い要因とされている。肝臓再生には肝細胞の肥大が重要な働きをしていることが分かっている。肝臓の疾患には以下のものが挙げられる。など、脂肪肝もや肝炎では、アラニントランスアミナーゼ、アスパラギン酸アミノキテン以酵素の血中濃度の上昇が見られ、これらの血中濃度の測定が診断に用いられる。 いずれにしても、肝機能が低下すると、生体が必要とする物質の合成がうまくできなくなったり、生体内で生成する老廃物、体外から摂取された有害物質や薬物の分解が遅くなったり、肝臓での代謝を受けることで、活性型になるプロドラッグが利用しにくくなったりと、様々な影響が出てくる。このため、特に重度の肝障害がある場合は、 なるべく薬剤の使用を避けるようにする場合があったり、仮に投与するとしても減量が必要な場合があるなど、薬剤の使用には慎重さが求められる。なお、肝機能の著しい低下が起これば、それは致死的である。障害を受けた肝は再生する能力を持っているが、肝の障害が不可逆的であり自己再生が不可能になった場合には、肝移植が行われることがある。 なお、人の他の臓器とは違って、肝臓は再生能力が強く、仮に一部を切り取ったとしても、まだ体内に十分なサイズの肝臓が残っていて、かつ、残された肝臓が健全であれば、元の大きさにまで戻ることから、生体肝移植が行われることもある。ただし、いずれの場合も、仮にタクロリムスのような免疫抑制剤を需要患者に使うとしても、 ある程度 HLA の方が近いことが望ましいなど、肝移植に際しては、様々な条件が存在する。数値は、肝臓重量比率は、ブーデンブロック1956、ホールティノース1977、コールブ1974、単重生産量は、ブーデンブロック1956から。ありがとうございます。